すごい苦労さ、すごーい産地だね、それはそうでしょ、うん、よっ仲間やなんかさ、押しづらくなってない山田よということでね、お送りしておりますけどもね、なんで今日はこんなに暗いのかっていうところからリスナーさんのオリジナルらしいじゃないですか、はいはいはい、なのでちょっと雰囲気を変えてみようかな普通明るくするじゃんかなり絶大な、人気を博している、アプリ、ゲームアプリサプライズの開発者でおなじみのシャチ太郎さんがね、作ってくれたゲームがあるんですよ。また作ってくれたの、ありがとうございます。本当にね、ありがたいことなんですけどね、はい、それがこちら、ジャンカード。ジャンカード。ジャンカード。ジャンカードをね、見てください、本当にね。もうその名の通りね、これオリジナルなの？オリジナルなんですよ、これ。いや、何このクオリティ。ねえ。クリエイターじゃないですか。本当にね。ね、2年前のイベントからね、出してもらって、はい、で、すげえ面白いですね、これ、くださいよ、くださいよって言い続けてたら、去年本当にくれたんで。よし、いるかも。いやいや、半券はもらってねえ。半券まではもらってねえ。ねえ、でね、これがね、まあ本当に、ルールは至ってシンプル。はい。もう本当にじゃんけん。じゃんけん。うん、見てもらってわかるように、じゃんけんをするというゲームなんですけど、はい。憎らしいところに、憎らしいことに、小ネタがまあ盛りだくさんで、ありまして。ね、チャット、チャットで紹介します。カードの枚数が全部で20何枚あります、で、裏面がね、こうやって手が読まれないようにジャンカーっていうふうに書かれてるんですけど、これがまた小肉らしい演出で、中に何枚か、これ見てください、はい、まさかパーのカードですけども、裏向けてこれもパーなんですよ。バレちゃってる。そうそうそう、要はこう手をねこうやって裏にした時に、相手からあれこいつパー持ってるぞみたいな、なるほどね、のがね、分かるようになってるんですよ。へー、ムロだ。そうタッピングのね、タッピングのムロだね。まっすぐ行ってぶっ飛ばす戦略性が、そう戦略性がね、だからこれをちょっとブラフ的なね、感じでわざと見せとく、チラッと何とか隠すとかね、そういう、使い方ができる。なるほど、ね、そういうちょっとね、コニクらしい演出もありまして、まあ、早速ちょっとやりながら、なるほど、やってみるのがまあ早いですね、確かに、と思いますね。やりましょう、いきましょうか。まずはね、カードをよく切ります。はい、じゃあまず配ります。この使わないかな、配り切るんですかね。そうだね、まあね、あの人数分に分けて、なるわけです。はい。ね。そうそうそう。まあ、この時点ではね、ということは見せて、まあ、見せてもね、分かるんでしょうけどね。まあ、多分、均等に分かれているでしょう。うん。なんかね、光沢があるじゃないですか。そうなんですよね。マジのやつじゃないですか。本当にね、子供を売りに出しても、いいぐらいのクオリティで、ちょっと我々も恐縮なんですけどもね。このようにね。こっちに2枚、ブラフカード。ブラフカード。ブラフカードっていうのが。ありますね、ネタバレカード、はい、で、まあ、この状態で、カードをじゃんけんポンの合図でカードを場に出していきます、いつものあの掛け声、そうそうそう、掛け声で出していくんですけど、で、まあ、勝った方はそのまま、負けたら、その場に出たカードを全部、全部もらいます。全部もらえちゃう、全部もらえちゃう、全部もらえちゃう。じゃあ例えばこう出して、複数出せるんですか。そうなんですよ。で、だから自分が今パーのカード、持ってるパーのカードを全部場に出すこともできちゃう。だけど、全部出しちゃうってことは、自分にパーがないっていうことが相手に分かっちゃいますよね。そうね。そう。これで負けたら全部結局戻ってくる。そう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 。っていうことになって、次の勝負ルーがチョキしかないわけですから。そうすると、グーしかないです。なんで、その辺は考えて、例えばパーを1枚だけ残しておくとかね、そういうような戦略を求められる。はい。なるほど。そうですね。じゃあ、試しにやってみましょうか。チュートリアル的な感じでね。
ね、掛け声をみんなで合わせてやるとね、うん、本当に何でしょう、イベントの時もやったんですけど、うん、緊張感がね、出たカード全部持ってかないといけないですね。多くの負債を抱えてしまいますから、そうですよ、で最終的にね、あの、うん、自分の持ってるカードがゼロになったら、うん、勝ちです。はい、できますよ。せーの、じゃんけんポン。で、ここが今、そう、パーが出まして、僕は勝ちましたので、日村さんはこのカード全部もらえちゃう。もらえちゃう。もらえちゃう。いやね、いいね、財産が増える感じだね。負のね、負のね。まあでも数が多いほどね、戦略がね、そうですね。あの増えますから。一発大逆転だって可能なわけですからね。せーの、じゃんけんポン。こういうことがある。そう、こういうことがあるわけですよ。なるほどね。せーの、じゃんけんポン。と。それでですね、まあちょっと今チュートリアルなんで見せますけど、僕今こんな状態で、グーだけです。で、次出すときに全部出そうと思ったら、で、それが通ったら、勝ちますよね、僕。そうですね。その状態になったら、チャレンジを宣言します。うのみたいな。そう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 。チャレンジと宣言して、こうなったら、どうかですね。なるほど。でもしチャレンジって宣言しなかったら、しなくて上がったら、その人はもう、負け扱いで、何か出てるカードが全部。戻ってくる。そうそうそう。なるほど。はい。っていうこと。そうか。ということは、今手元にあるカードがもう全部一緒っていうのが分かる。そう、分かっちゃうってことですよね。なるほど。この場合、全部グーだっていうのが。はい。そんな時に手元にそうそうそう。そうそう。ね、わかります今。こんな状態。これでもチャレンジを宣言しちゃったら、あいつグーだなみたいな。全力で変わるんですよ。ただ、この時に、一枚見えてる状態なのに、勝っちゃった。俺がね。はい。これものすごいことなんで、ちゃんと、みんなで褒めたたえなきゃいけない。っていうのが公式ルールブックにちゃんとあります。チャレンジ。はい。せーの、じゃんけんポン。で、僕が勝ちましたんで、さあ、素晴らしいマーベラスジャスティスわあ、すごい工藤さん。すごい。三次だね、それは。というのが、まあ、簡単なルール説明です。ただもうこれだけでね、かなりね、楽しみ、緊張感も味わえて楽しめるってところがあります。そうですね。これがね、大人数になったらもう。そう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 。ね、戦略性もね、広がりますしね。はい。というところです。なるほど。これは売れますね。半券もらってないから。はい、ということでね、早速、真剣勝負をやりました。始めましょう。じゃじゃんけん。はい、ということでね。こんな感じでいきましょうか。はい。まあね、一発目はね、結構あれですよ。勝敗にあまり左右されないというか。せーの、じゃんけん、ポン。おー、はい、いいですね。はい、この場合は、そのまま、残るということですね。で、次の負けた人が全部持ってくる。ということになりますね。やだ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 ねったらやだね。最初はグーって言いたくなっちゃう。グー出すね。ずるくない？ずるくない？それ。負けたら漏れなくて。漏れてグーも持ってちゃうっていうね。よっしゃ。じゃあ行きましょうか。はいよ。せーの。じゃんけん、ドン。おー、考えが一緒ですね。たまりますね。そんなにくるとあれだな。ここからだよ。ここからだよね。この最初に立てた戦略だよね。せーの、じゃんけんぽん。遅れた。けど負けた。けどまあ、後出しで負けだから、後出しの人も、もう負け扱いで、戻ってくるということですけど、まあ今のは後出しで負けたんで、手元が狂った。ということで、全部持ってる。そして私は、この1枚。この1枚だけです。分からねえ。全然分からねえ。これでうっかり俺ね、ブラフのカード残しちゃったから、バカにしたけども。ちょっと負けさせて。あ、いいっすよ。でも元のカードを知ってたらさ、カード数えるときにさ、このカード1枚足りねえなっていうのは、分かっちゃったりするわけじゃないですか。数えてるのか。
その辺を含めても成功だよね。チャレンジを宣言させてもらう前に、一つ言っておきたいことがある、うん、お前は必ず俺に負ける。そうか、うん、言いたいことも言われてた。うん。チャレンジ、はい、よ、いきますよ、せーの、じゃんけんぽん。ほらな、ほんとだ。という感じでね、コンプリート、うん、2対1だとそうなんね。確かにね、コンプリート、うん、コンプリート、はい、ということでね、うん、暗い部屋で、うん、暗い部屋でこうしてカードを1枚置いてると、なんか占いの館みたいなデザインもちょっと変わってますね、感じなんですけどね、暗い中で、まあ一つルールをね、うん、言わなきゃいけないって、うんうん、まだあったんですか、そう、ね、今何回か勝負して、うんうん、あれじゃないですか、はい、なかなか勝敗つかないことあるじゃないですか、うんうん、どれを持ってるかっていうのが分かりにいっちゃってて、そうだね、うん、最初の1回なんて俺分かってなかったね、実は。そうだよね、うん、そう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 、あの人負けてくれたんだっていう、ちょっとなんだろう、いや、もう、ちょっと損だっていうところがありますから、そうね、そう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 、はい、まあでもあれ勝ちは勝ちだからね、まあ、そこは譲らない。永遠に負けないわけですから、それお互いがやっちゃうとね、そうそうっていうことがありますんで、うん、そういう時のために、うん、まあ、やりながら行きましょうかね。そうはい、行きますよ、じゃんけんポン。アイコだと例が出せないっていう。またさっきみたいな、さっきみたいなことになっちゃうからね。じゃあいきましょうか、はい、じゃんけんポン、はい、でこの場合、僕が負けました、はい、で負けたらこの場のカードを全部もらうわけですけど、うん、その時に1枚、うん、好きなカードを選んで、うん、伏せておきます。ポン。で、このカードは、まあ、うん、今後使わないカードなんですよ。先に言えよ。こうすることによって、うん、このカードが何か分かんないから、うん、なんだろう、いい具合になるやん。そういうことですね。はい、行きましょう。でも1枚減った状態で。そう、減った状態なんですよね。なるほど、うん、どんどんそのね、読みが難しくなってくるところですよ。なるほど。うん、了解です。じゃあ、行きましょうか。はい、せーの、じゃんけんぽん。そうで、これでこっちが持って持って、でまたこの中から1枚出すわけです、ね、そうですね、うん、でどんどんなくなっていくので、やり方というか読みが難しくなっていくというところです。いきますよ、じゃんけんぽん、はい、負けた。というね、でここでまた1枚減って、1枚減って、なるほど、わかんねえな、これじゃあいきましょうか、せーの、じゃんけんぽん。これ負け続けないで、ちょいちょい出しないで、さっきからピンポイント狙いがあるんだよね。俺がマシンガン撃ってるからマグナムで俺の急所狙ってくるみたいな。せーの、じゃんけんぽん。よっしゃ、じゃあいきましょう、せーの、じゃんけんぽん。負けた。ちょいちょい出してくるね、ほんとに。なんだろう、やっぱ、あれですね、性格出ますよね。かな。なんかこう、あれだよね。もう、ほんとに俺は、大逆転大好きみたいな感じがあるから。ホームランじゃなくて、ヒット。ヒット量産っていうね。せーの、じゃんけんぽん。せーの、じゃんけんぽん。多分1枚リスクリスクだな、うん、はい、じゃあいきましょう、うん、じゃんけんぽん。これ長引くで。うん、そうだね、いきますよ、うん、じゃんけんぽん。うん、面白くなってきたぞ。あ、チャレンジ。ね、カードがね、こうなることによってね、うんうん、枚数が変わってできないですから。うん、せーの、じゃんけんぽん。ですよね。甘くないっすよね。全部あげるよ。でもちょい出しっていうね。なんだろう、精神的にじわじわ追い詰めるパターンでね。しれっとチャレンジ
チャレンジね、チャレンジ、シレットシレットチャレンジね、うん、あのね、本当にいやらしいところでね、うん、さっきからちょこちょこ出してるからさ確かに俺の手持ち札も多いは多いんだけど、わ、うん、かります、多いは多いけど、場に何度か捨てられてるから、うん、数がね、つかめないんですよね、うん、消えたカードもこんだけあるんですよ、そう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 、そうこんなんですよ、うん、この長期戦を物語ってますよ。僕の手札でいうと、もう本当どっちか、どっちかなんですよね、うん、どっちか、そう、うん、しょうね、よろしい、いきましょう、チャレンジいきます、うん、来いよ、うん、行くぜ、はい、せーの、じゃんけん、ボッ、ボッ、ボッ、はい、ということでね、負けました。ちなみに、あ、もう出た？賞賛に値するね。そうでしょう。うん、よっ、中村や。どういうこと？わからんけど。最大級の賛成は俺から俺ができる。歌舞伎？ねえ、ということで、これがジャンカード。うん、ハリウッド。これがジャンカード。ジャンカードだ。うん、というところでお送りしました。ジャンカードでしたね、うん、もう一回やりたいけどね、やるかさすがにでもあの動画すげえシャンプーになっちゃうんで、うんうん、そうだ、まあ、でもちょっと俺負けっぱなしだとあれなんで、うん、ジャンケンで勝敗ですねトータルしてたんですよ、ジャンカードかジャンカードでジャンケンあの女の子プレッシャー半端ないもんねじゃあまあ、うん、ここまでの勝負は一回置いといて、置いといて、じゃんけんで、そうそうそう、はい、さあ一勝はグー、じゃんけんポン、はい、見事かいて、でも負けるっていう。